新しい選抜メンバーと話すのは初めてだな。私はスズネだ。お前たちの担任となる。よろしくお願いします。挨拶が済んだら稽古をつけてください。私はもっと強くなりたいのです。もっと強くなりたいか、いい心がけだな。だがあえて一つ聞いておこう。みやびよ、お前は何のために力を欲する？それは母の敵討ちのためです。ほう、復讐の相手は誰だ？妖魔です。もちろん先生はご存知ですよね、妖魔のことは。その質問に関してだが、今は答えられんな。お前が蛇女の厳しい競争を勝ち抜き、晴れて忍びとなった時に話してやろう。さあ雅、刀を抜け。望み通り稽古をつけてやろう。はい。お前の目指す道は過酷だ。貫き通すだけの覚悟があるかどうか、私が確かめてやる。決めろ。拒むのであれば容赦なく斬る。いざ火炎の魂に舞い散れ。ミヤビ、お前の核は学園長から聞いている。憎しみを原動力にするのは悪いことではない。だが行き過ぎると道を誤ることになるぞ。そうでしょうか。何？誤ったとしても道は道、進めるものなら私は突き進みます。なるほど、それがお前の覚悟か。距離を取らねば。もう一度かけるか。甘い。いけるか。距離を取らねば。もう一度かけるか。甘い。距離を取らねば。遅れてくるぞ。せーの。距離を取らねば。距離を取らねば。そんな。バダイ。やるな。これだ。落ちる。Come on.
蛇女の教師、気を抜けばやられていたな。任務完了だ。みやび、お前は強い。技で言えばすでに蛇女で一番と言ってもいいだろう。すごい。スズメ先生にそこまで褒められるなんて。だが実戦となれば話は違う。今のお前は格下に負ける可能性もある。情念だけの剣は一度折れると脆い。お前はまだ本当の強さを知らない。それはどういう意味ですか？一度に全てを習得する必要はない。今日のところはここまでだ。明日また稽古をつけてやろう。はい。気にすることはないよ。みやびだったらすぐに本当の強さを手に入れるさ。イム、スズネ先生に聞かれたことをそのままお前に返そう。お前は何のために力を欲するんだ？僕は雅のために力が欲しい。雅に何と言われようとも一緒にいたいから。雅と同じぐらいの力が欲しい。そのためだったら何でもする。イム、お前の言っていることは全く意味がわからん。だったら雅、稽古でもいいから僕と戦ってよ。いきなり何を言い出す？言葉で伝わらないなら戦いの中で。戦うことで心が通い合うってあるだろ。何をバカなことを。お前は漫画の読みすぎだ。付き合っていられん。私はもう行く。あ、みやび待ってよ。みやびよ、いつかはお前も気づくはずだ。イムの思いの中にこそ本当の強さがあることを。